麻生内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の麻生太郎が、第92代内閣総理大臣に任命され、2008年9月24日から2009年9月16日まで続いた、日本の内閣である。内閣総理大臣、福田康夫の辞任に伴う福田康夫改造内閣の、総辞職を受けて発足した。2009年7月21日に、 衆議院を解散し、8月30日の総選挙にて、鳩山幸男率,を率いる民主党に過半数を奪われ、9月16日の鳩山幸男内閣成立とともに政権を明け渡したことから、本内閣は民主党への政権交代まで、約10年続いた第一次事項連立政権最後の内閣である。 1> 第170回国会において2008年9月24日に内閣総理大臣指名選挙が行われた。前任の福田康夫就任時と同じくねじれ国会の煽りを受け、前回同様に衆参で主派に指名が異なり、衆議院は自由民主党総裁の麻生太郎を指名し、参議院は民主党代表の小沢一郎を指名した。両院協議会でも政案を得るに至らず、 衆議院の優越により衆議院で指名された麻生太郎を国会の指名として衆議院議長が創上した。指名当日に宮中における内閣総理大臣の新任式、並びに国務大臣及び内閣官房副長官の認証官任命式を経て正式に成立した。通例は記者会見において閣僚名簿を読み上げるのは 内閣官房長官であるが、今回は麻生自らが、閣僚名簿を読み上げ、合わせて、それぞれの閣僚に、具体的にやってもらいたい仕事についても説明した。2008年9月25日の閣議では、内閣法第9条に基づき、首相に事故があった場合の臨時代理就任順位を、内閣官房長官、河村武雄、内閣府特命担当大臣、与佐野香織 総務大臣、鳩山国を、財務大臣、中川正一、内閣府特命担当大臣、甘利明とすることを決定した。また、同日の閣僚懇談会では、行財政改革の一環として、歴代内閣と同様に、閣僚給与の1割を国庫に返納することを申し合わせた。9月29日、麻生は、記者団から、内閣の名前を聞かれ、ネーミングは、 皆さんがすることと、自らは内閣へのネーミングは行わないことを表明した。自民党内の圧倒的人気を得た総は、選挙の顔として、解散ができなかった福田に代わり、解散、総選挙を行うことを前提に首相になったとも言われ、野党も速やかな衆議院解散、総選挙の実施を要求した。選挙管理内閣などとメディア及び野党は、 レッテル構成に終始し衆院解散に追い込むことを気としており、また自民内部でも足並みが乱れ、当初から独自の政策を改陳する機会に恵まれなかった。記者の首相に対するぶら下がり取材では、9月24日の内閣発足後1ヶ月間に28回中、少なくとも17回で解散が話題になったが、麻生はいずれも解散。 総選挙の時期の名言を避けたが、麻生自身も自らの論文で国民に信を問おうと思うとの表現を使い、当初は就任直後臨時国会冒頭の解散を思い描いていたとみられる。すでに総裁選の最中、9月半ばには政務担当秘書官、村松一郎に衆院解散の際に読み上げる解散原稿の準備を指示、また民主党代表、 小沢一郎に、所信表明への回答を10月3日までに応急する、所信表明演説も準備され、この時点では、各党の代表質問が終わる10月3日の解散を、念頭に置いていたとされる。しかし、リーマンショックに橋を発する世界金融危機により、10月16日に、東京株式市場が、市場2番目の急落を記録。阿蘇は、中川正一財務、 金融担当大臣らと協議して、金融危機に対応するため、解散の先送りを決定したが、解散の先送りが問題視され、内閣支持率は急落した。朝日新聞によれば、麻生は11月19日夜、年末年始の解散の可能性について、細田博之幹事長らと相談したが、内閣支持率の急落に伴い、今は麻生では戦えないとする。 自民党内の懸念を感じた細田らに真っ向から反対されて断念した。発足から半年間の内閣支持率推移。12月調査で大きく支持を落とした。共同通信による電話世論調査結果に基づく組閣直後の内閣支持率は50%前後と振るわず、その後も低迷した。2008年12月8日に公表された各新聞の 世論調査では内閣支持率が 21%-20% まで下落した。この頃には自民党内での分派行動も目立ち、麻生は選挙の顔としての評価を大きく落とした。麻生内閣発足直後にはサブプライムローン問題に橋を発した世界金融危機の影響を日本も受け始めており、麻生は当面は景気対策、中期的には 財政再建、中長期的には、改革による、経済成長という経済対策を表明したが、その財源の裏付けとなる、第二次補正予算案が、年内の臨時国会ではなく、年明けの通常国会に提出するという、国会運営が、朝日新聞から批判された。低支持率の背景には、阿蘇が、国会答弁で当衆を、不衆と読み間違えたことが大きく問題視され、 強い批判を受けたこともあるが、支持率の急落は麻生のみの責任とは言えず、前任者二大連続の政権投げ出しで、国民が自民党に不信感を持ったことも背景にあった。また、参議院で第一党の地位にある最大野党の民主党は当初、協力的な姿勢を見せていたが、解散総選挙の先送りが表明されると、 対立路線を明確にし国会運営が困難になった。また、自民党の内部からも速やかな政策実現を求める有志議員の会が麻生内閣の政策を積極的に批判し、党内の重鎮、津島雄二から敵に塩を送っていると評された。国会における与野党の対立や自民党内における麻生卸は麻生内閣のみならず、 自民党への支持を一層失わせることになったが、この時点では民主党が圧倒的に支持を得ている状況にはなっておらず、大連立や政界再編の可能性があると見られていた。言論 NPO が2009年1月6日に発表した麻生政権100日評価アンケートによれば、支持率は11.0%、不支持率は70.8%だった。 また、読売新聞社が2009年1月上旬に行った調査では、不支持率が前回と比べ5.6ポイント増の72.3%となった。2月17日には、財務大臣の中川翔一が、ローマでの、猛ろ会見への批判を受けて、辞任、直後の調査では9.7%まで、支持率が低下した。3月には、 民主党代表の小沢一郎に関するスキャンダルなどの影響で内閣支持率が若干回復傾向となり日本経済新聞とテレビ東京が4月26日に実施した合同世論調査では32%に上昇したしかし5月に入ると鳩山幸男の民主党代表就任や日本郵政社長の身体問題に橋を発して 総務省の鳩山国夫が更迭されたことを境に、再び下落に転じ、毎日新聞が6月中旬に実施した。全国世論調査では19%、産経新聞と FNN が実施した。合同世論調査でも17.5%となり、再び20%を割り込む事態となった。両氏は共に、麻生内閣は再び危険水域に入ったと報じた。 2009年2月の中頃から自民党内でも麻生卸しの動きが表面化してきた。この状況下で民主党幹部の中には私たちがやるべきことは首相を守ることだ。いたぶるけどやめさせないことが大事だとしてあくまで辞任に追い込みたい他の野党から一歩を引いた姿勢を示すものもあった。追い込まれた麻生内閣は優勢民営化路線を見直す方向に舵を キリ島内に残る反民営化勢力に訴えることで麻生卸しに対抗しようとした。2月5日の衆院予算委員会での賛成じゃありませんでしたとの発言。当時郵政を所管する総務大臣だった麻生の発言に批判が集まると最初は賛成ではなかった。しかし2年間にいろいろ勉強させていただいて民営化した方がいいというように最終的に。 思いましたと2月9日に訂正した。郵勢選挙で得た、自公の衆議院過半数を元として成立している、内閣が解散がもせず、その時点での選挙の民意である郵勢民営化に、逆行すると捉えられかねない動きをすることに対して、2月18日に、小泉元総理が、呆れたを通り越して、笑っちゃうと発言し一連の動きを抑え込んだ。しかし、 日本郵政社長、西川義文社長人事問題では、総務大臣が適切に判断されるものと思いますと、西川社長の退任を図ろうとする、鳩山国夫総務大臣を繰り返し擁護。郵政増反副党組の野田聖子消費者行政、担当大臣も、総務大臣が判断すればいいと発言。しかし、5月18日の指名委員会による、 西川社長の続投が決まり、自分と差し違えても、西川大臣を迫る鳩山国を6月12日、麻生総理は事実上更迭し、郵政民営化路線の見直しにより、麻生卸しへ対抗しようとした試みは、最終的に挫折した。そして、麻生内閣の迷走と自民党内の分裂を、ますます印象付ける結果となった。また、月末には、 総選挙前の党四役の交代人事に着手しようと、するも、党内からの反発で断念するなど決断に、ブレが多く出た結果、麻生離れは進行した。元幹事長の中川秀直が、自ら降りていただきたいと述べるなど、党内からも公然と退陣要求が出た。麻生は7月13日、21日に、衆議院を解散し、 8月30日投開票の日程で総選挙を断行する意向を異例の解散予告の形で表明した。民主党の首相問責決議案が参院で可決されることを想定し、7月14日の衆院解散も検討したが、2009年の東京都議選で与党が大敗し、立ち直るのに日にちを開けたいという事情に配慮して、 与党幹部と協議し憲法の規定で最も遅くなる8月30日投開票で合意した。なお14日の問責決議案可決の結果、野党が審議に応じず、国会は会期末を待たず事実上閉幕した。7月13日の解散予告の後は、各種調査の議席予測等を受け、2008年秋に解散しておけばよかったという与党議員の不満も出た。 解散直前まで自民党が首相に麻生を要するか混乱した影響は大きく、前官房長官の町村信孝も地元で自民が勝てば麻生政権が続くのかと問われるなど情勢悪化に歯止めが効かなかった。その後も自民党では署名により両院議員総会を開催しての総裁選前倒しなどが起付されたが開催は見送られ懇談会となった。 不満な議員が別のマニフェストを作る分裂的な動きなども出たが、小選挙区制では、党非公認だと比例区での復活の可能性がなくなることで牽制され、7月21日に予定通り衆議院は解散された。しかし、党り党略でさえない、麻生卸を封じるための解散だったとも評された。2009年8月30日の 第45回衆議院議員総選挙では、民主党への政権交代が確定し、自民党が記録的大敗を喫した。財務大臣の与謝野薫、総務大臣の佐藤つとむ、文部科学大臣の塩谷律、国家公安委員長の林美希夫、行閣担当大臣の甘利明、消費者行政担当大臣の野田聖子と6人の現職閣僚が小選挙区で落選した。 その夜に、麻生が、選挙対策本部での NHK との中継会見にて事実上の退陣を表明した。選挙後の9月に組まれていた国際会議について、G20 財務大臣、中央銀行総裁会議では、財務、金融大臣の与謝野が、体調不良を理由に欠席し、WTO 閣僚会合では、経産省の2階、農省の石場が欠席したことに対して、 閣僚としての責務と最後の仕事を放棄した。として批判された。内閣総辞職に際して花束を贈呈される内閣総理大臣の麻生2009年9月16日、麻生は特別国会の招集にあたり憲法の規定に従い内閣総辞職を臨時閣議で決定した。麻生は退任記者会見で残念ながら道半ばで退任することになった。 と述べ、首相官邸を後にした。同日、後継政権として、鳩山幸男内閣が発足した。麻生内閣は、景気対策最優先の政権運営で、日本経済の立て直しを目指した。就任直後の2008年10月16日の平成20年度、第1次補正予算成立を皮切りに、2009年明けに、同、第2次補正予算。 平成21年度予算、同第1次補正予算と半年余りで4回の経済対策を行った。特に平成20年度第1.2次補正予算と平成21年度予算の3つを合わせて政府は景気対策の三段ロケットと称した。各対策の要点は以下の通り。この他にも金融機能強化法改正、国民年金法改正、 労働者派遣法改正、外科準備校から IMF へ10億円の貸し出しなど、言った。また、当面は、景気対策、中期的に、財政再建、中長期的には、改革による、経済成長と述べ、社会保障と、税財政に関する、中期、プログラムと、景気回復後に伝えなくかつ段階的に消費税を、含む、税制抜本改革を行うとした。 税制改正に意欲を示した。中小企業に対する支援中小企業を金融危機の被害から保護するため、金融機関に対して、日本政策金融公庫からの信用供与を実施し、中小企業に対する長期資金貸し付け、新発社債購入、コミットメントラインの設定、大企業向け融資を通じた関連の中堅。 中小企業への資金供給及び保障などを実施した。また、中小企業向けの税金の優遇制度として、中小企業に対して、当期の欠損金を前期に繰り戻すことで、前年度に収めた、法人税の還付を受けることができる、優遇制度である、繰り戻し還付金を導入した。自由と繁栄の子構想の下で、価値の外交を推進した。 代表的な例として、安全保障、経済、環境、エネルギーなど幅広い分野で両国の戦略的協調を進めるため、訪日したインドのマンモハン新首相との首脳会談で、日印安全保障協力共同宣言に署名した。また、12月18日、 オーストラリアとの防衛協力と情報共有を推進する日号の安全保障協力促進の共同文書を発表した。ロシア連邦に対しては大統領トミートリー・メドベージェフの招きに応じ南カラフトを訪問した。南カラフトは貴族未確定地のため日本政府はロシアの領土とは公式に認めておらず戦後の歴代政権は 内閣総理大臣が訪問することを避けてきたが、麻生は、ロシア側の出入国手続きにのっとり南カラフトを日帰りで訪問し、さらに帰京後に、皇居で帰朝を行った。皇居での帰朝は、外国から帰国した際に行われるため、麻生が、南カラフトを、ロシア領だと事実上認めたと受け止められ議論となった。第171回国会では、古本新一郎が、 麻生の一連の行為を疑問視し、基調はダメをしたのではないかと発言するなど、南からフトが、ロシア領だと追認したことになるとの指摘がなされた。これを受け、内政、地方自治を所管する、鳩山国夫総務大臣が、麻生の行為について、正直、実に、微妙な問題だなと思うと答弁した。さらに、南からフトでの日露首脳会談では、麻生が、 北方領土問題について、面積に等分論に言及し、四等一括返還論の放棄を示唆した。戦後の日本の歴代政権は一貫して四等の一括返還を主張しており、大きな方針転換となった。2008年12月13日、福岡県太宰府市の九州国立博物館で、初の単独開催となる日中間首脳会議が開催された。 韓国が導入を目指し積極的に推進していたサマータイム制度については2009年6月28日の日韓首脳会談後の記者会見において記者の問いに対し麻生がやるなら一緒にやるというのは極めて効果が大きいと発言し韓国と同時に日本でも導入すればより高い効果が見込めるとの考えを示した麻生首相は いち早く日本の手持ちのドルの IMF への融資を発表した。IMF はアイスランドに緊急融資を行い、同国外相の政治顧問は日本のおかげと感謝した。11月14日、トミニク・ストロスカー i m f 専務理事は日本の資金提供、リーダーシップ、多国間協調主義などの取り組みを人類の歴史上最大の貢献だと評価した。 11月15日、日本とセギンが、途上国の銀行支援ファンド設立決定をするなど、経済危機に対し、世界のリーダーシップを取り、各国から高い評価を得るが、日本国内ではほとんど報道されなかった。2009年2月14日、イタリア・ローマで開催された、G7 財務大臣、中央銀行総裁会議で、世界的同時不況を乗り越えるため、 各国とも財政出動をすることが確認された。その会議で日本が IMF に1000億ドル相当のドルを融資したことが評価された。ユーラシアクロスロード構想 a s は2009年6月に中央アジアコーカサス地方のインフラ整備を支援するユーラシアクロスロード構想を発表し、この地域で安定と繁栄が相乗効果を上げれば、 世界経済を大きく押し上げる。中国、インド、ロシアは、そのための重要なパートナーで、こうした構想に、今申し上げた国々が関心を持つことを歓迎する。と周辺国に参加を呼びかけた。この構想の具体的な支援内容としては、中央アジアからアフガニスタンを経て、アラビア海に至るルートの道路や、鉄道の整備。 中央アジアからコーカサスを経て、欧州に至るルートにあるカスピ海沿岸の港湾整備の2点が挙げられている。本内閣の特徴としては、閣僚の平均年齢は58.2歳と前、内閣から4歳近く若返ったことが挙げられる。これは内閣府特命担当大臣で、初入閣した小渕優子が、任命時34歳と9ヶ月と、 戦後最年少での閣僚就任となったことを含めて50代以下が10人を占めたことによる。しかし、前内閣からの再任者が5名おり、初入閣も5人と、安倍内閣の11人の半分以下で、平均当選回数は6.5回で、安倍内閣と同じで、小泉内閣の5.8回を上回り、必ずしも若返りを意図した結果ではない。父、または、 祖父が、内閣総理大臣経験者である閣僚が、吉田茂の孫である、麻生太郎首相を筆頭に、鳩山、中曽根、小渕と4人おり、これらを含めた、世襲政治家が、福田改造内閣の9人を上回る11人の多数に及び、マスコミや野党は、世襲内閣、若旦那内閣などと称し、安倍に次いで、おっちゃま内閣とまで揶揄した。また、 小泉以来四代続いて地盤を接収した政治家であること、安倍以来三代続いて祖父に内閣総理大臣経験者を持つことも批判された。首相を除く無派閥が四人と小泉以降の四内閣の中では最も多かったが、麻生が自民党内少数派閥出身で他の多数派閥の支持により成立した経緯の上での派閥均衡。 論考交渉人事とも指摘された。女性閣僚は野田と小渕の二人で、被議員閣僚は総務大臣、増田博也の退任により一人もいなくなった。また、政治改革によって財政と金融行政の分離が実行されて、以降初めて財務大臣と金融担当大臣が兼務となった。麻生はこの点を 役所を一つにするかはやってみなければわからないと、旧大蔵省の復活を示唆した。小泉内閣以降、組閣人事情報は一切漏らさない、秘密主義が続いてきたが、麻生内閣の組閣にあたっては、自民党総裁選の最中から、事前に人事情報が外部に漏れたために、たびたび報道され、総裁選から休日を挟んでの首相指名へ。 祖閣当日の朝には報道各社が閣僚名簿を発表するという近年では異例の事態となった。9月29日の臨時閣議で決められた副大臣と大臣政務官の人事は外務副大臣に橋本聖子、厚生労働副大臣に大村秀明を当てた以外は全員が再任された。内閣の発足から1年も経たないうちに 主要な役職に就く者の離任が相次ぐ事態となった。組閣から5日後、出現問題を理由に中山茂明が国土交通大臣を辞任した。2009年1月には松並健太が定額給付金制度に反対し、第二次補正予算案採決を棄権したため内閣府大臣政務官を罷免された。2月には、 中川翔一が先進7カ国財務大臣、中央銀行総裁会議にて、明定状態で会見を行い、財務大臣と内閣府特命担当大臣を辞任した。3月には、平田光一の国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範違反が発覚し、財務副大臣を辞任した。5月には、 河野池義忠の女性問題と議員再費法定職が発覚し内閣官房副長官を辞任した。6月12日には鳩山邦夫が日本郵政社長の西川義文の続投に抗議し総務大臣と内閣府特命担当大臣を辞任した。同日、戸井田徹が鳩山の更迭に抗議して厚生労働大臣政務官を辞任した。また、 麻生の郵政民営化見直し発言に反発した早川忠孝が法務大臣政務官の辞任を表明するが異流を受け撤回した。鳩山の更迭に反発した古川貞次も環境大臣政務官を辞任する考えを近未来政治研究会に伝えたがその後撤回した。閣僚の辞任が相次いだが2009年7月1日までに 信任されたのは、金子和義のみであり、それ以外は既存の閣僚に兼任させる手法を取ったため、同日までは、中央省庁再編後としては、最小の閣僚制の内閣であった。その後、7月2日に全内閣で入閣した、林義政と、林三清の2名がそれぞれ、与謝の財務、金融担当省の経済財政担当省職及び、 佐藤総務省の国家公安委員長兼沖縄は、北方担当省職の兼務解消のため、補充入閣した。9月10月2008年10月10日、先進7カ国財務省、中央銀行総裁会議に出席した、財務大臣、中川翔一11月2008年11月15日、20カ国首脳会議に出席した。 麻生首相12月1月2月2009年2月13日、先進7カ国財務省、中央銀行総裁会議に先立ちアメリカ、合衆国財務長官ティモシー、フランツガイトナーと会談する、財務大臣、中川翔一。3月4月5月6月7月中国、九州北部豪雨により氾濫した、県川8月駿河湾地震により崩壊した、 寸府城市の外堀9月消費社長が設置された山王パークタワー2010年4月東京スポーツはエコポイント制度やエコカー減税などを実行した麻生内閣への再評価が始まっていると報じた。ありがとうございます。